皆さん、はじめまして。愛媛県松山市の北条教会牧師、芦田道夫です。今回は2月10日と11日にホテル奥道後で開かれた第46回全四国クリスチャン修養会のレポートをします。今回で46回目を迎えました全四国クリスチャン修養会は1970年から四国4県で始められる四国総動員伝道に備えるために、その前年1969年に四国の全教会に呼びかけて開かれた超教派的修養会として始まりました。そして四国における総動員伝道の働きが終わった後も、この修養会は毎年続けられて今日に至っています。四国の全教会が信徒も教職も伝道のために整えられることを願って、全四国をキリストへという46回変わらないテーマを掲げて開かれています。この修養会の特徴は、聖会と講演の2本立てのプログラムで行われてきたことです。外部からお呼びする講師によって聖会が中心的になったり、講演が中心的になったりしています。聖会を通して霊的恵みを受けるだけでなく、講演によって学び、視野を広くして教会形成に役立てようとしています。長い間2泊3日の日程で続けられてきましたが、2年前からは1泊2日に変更しています。やはり参加者の高齢化によって参加人数が減少傾向にはありますが、内容や日程を工夫しながら続けられており、今回も昨年を上回る参加者が与えられました。今年は外部講師である大橋秀夫先生を講演の講師として迎え、新しい宣教のうねりと題して3回の講演がなされました。過去50年間の間に世界社会は大きく変化し、西洋的な理性中心的なものの考え方や、それまでの伝統的な在り方がもはや通用しなくなってきていること、それにもかかわらず日本の教会はその現状に全く対応してきていないのではないかという手厳しい指摘がなされました。そして今こそクリスチャンと教会の霊的刷新と構造的刷新が必要であると訴えられました。今までの教会観をもう一度聖書の初代教会に立ち返って、教会はどのような共同体を目指したのかを考え直すように迫られました。相当のインパクトがあったように思います。それが最後の講演が終わった後、録音 CD の注文が殺到したことでも分かりました。また、とても内容があったので、もう一度聞いてよく理解したいという声を多く聞きました。講演の内容が原理原則や小手先の方法論ではなく、教会の在り方そのものの変革を求められるものであったので、この影響は四国の教会に深く、また広く広がっていくと思われます。特に四国のような地方では、地域の伝道のために教派を超えた協力関係が求められますが、その意味では今回の講演にとても良い示唆を与えられたのではないかと思います。もう一つのプログラムである聖会には、講師としてハワイの教会で牧師を引退後、高知県
県唯一のミッションスクールである清和女子学園で校長をしておられる黒田作先生と、香川県で牧師をしておられる久保和夫先生が立たれました。それぞれの恵みをいただきながら、霊的にまた知的にも成長させられ、四国の伝道にそれぞれがまた扱わされていきました。以上、愛媛県から芦田道夫がレポートいたしました。